おはようございます、こんばんは、タンチュンです。今日も楽しくダークエタクトをやっていきたいと思います。今回の内容は大魔王バーン様を使って実践的火力検証をやっていきたいと思います。参考になりましたらぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ということで私の大魔王バーン様は現在ランク S8 3突レベル130と、もうジェムはありません。全部で150連ぐらい、優勝も3万以上使ったかな。かけらも使いました。ランク S8 3突レベル130、特技は全てプラス10まで上げてきております。耐性はギラヒャド弱点のバギデイン耐性と、2突でバギ激減、4突でデイン耐性が激減なので3突ではデインは半減という形でございます。それでは今回は早速ですね、火力見ていくんですけども、まずガンガン行こうぜを入れて、こちら竜王の杖でメラ呪文威力 9% と抜群をつけて、大魔王バーン様のメラの火力ちょっと見ていきたいと思います。出発する、さあ行ってみましょう。まずは少年テリーガンガン行こうぜを実践的に入れていく。そしてバーン様は派手な系呪文威力 25% 乗って、メラの賢さキャップはかなり低いのでインテライザー関係ありません。では800%のメラ打っていきましょう。ガンガン行こうぜ1段階でなんぼ出ますか。メラだ、1971。狂ってる。え、マジでメラやで。ガンガン行こうぜ入れたら1900出んの、やば。いや、それはすごいわ。じゃあガンガン行こうぜ2段階入れて、これがバーン様のメラだ。2400。すげえな。ではガンガン3段階入れて、威力 45% アップのヨダメージがね、2ターン目から 30% アップなのでかなり上がるんですね。それでは3段階アップ、これがバーン様の最強メラだ。2693。シート釘じゃないよこれ、むちゃくちゃですね。それでは最後カラミティウォール打っていきましょう。カラミティウォール武漢1104。いいですね、必中ダメージですからね。それではバーン様のバフなしで一旦カイザーフェニックス見たいと思います。カイザーフェニックス武漢3204。強い。はい、竜王の杖で3204というダメージが出ました。バフテリー何もやってないですからね。これを元にですね、バーン様は MP 的に足りるのか、攻略で使えるのかっていうのを実際に高難度で試してみたいと思います。では行く。それではこちら開花の扉のやはり40巻以上ですよね、40巻以上のこちら46巻でこんなパーティーで試してみたいと思います。サージタウスとローズバトラーがメラが刺さってサージがデイン攻撃してきますので一番適性高いかなと思います。ただね、ダイスラとかゴルスラがいるのでこの辺バーン様でも大丈夫なのかと、この辺も一緒に見ていけたらなと思います。では実践的火力検証、大魔王バーン様の装備はこちらつけていきたいと思います。コーマの杖、カイザーフェニックスが15%パーの呪文威力 5%、 賢さが39上がる装備となっております。この装備で竜王の杖より通常で火力100ぐらい上がりますのでちょっと楽しみですね。それでは出発する。今回は攻略というよりは火力検証を主にやっていきますので立ち回りは気にしないでください。それでは戦闘開始。じゃ少年テリーのガンガン行こうぜ早速入れていきましょう。戦的に行く。ドルマゲスはこの辺で釣っとこうかな。あ、バーン様このステージで活躍できるのか楽しみですね。ミス、ローズバトラーやってきて、ミスミスミス、当たらない。さあ早速出番回ってきましたよ。大魔王バーン様、賢さが538、コーマの杖つけてハテナ系 25%、 呪文威力が 15% アップで1ターン目はヨダメージが 20% アップですね。この位置から届くカイザーフェニックス、ダメージはいかほどですか。ドカン3797。強っ、強っ。え、もう今2体に当てたんで7500ぐらい出てます一発で、優秀すぎる。待機、ウルトラダメージバリア、オニコン毒食らわないでね、ウルトラスタンプ1発2発3発、毒やめて。あ、毒はなったけど猛毒にはなってない。耐えてよ。2ターン目。さあさらにガンガン行こうぜをバーン様に入れていきましょう。ガンガン行こうぜ、楽しいねバーン様。いや使っててめちゃくちゃいいな。
お、激烈めった打ちで、デインなんで耐えれますが、守備力下がっていく。大丈夫かな？お、大丈夫。これはダメージ 20% 軽減がついてるから、狙われない感じかな。ドルマゲスはこっちで適当に焼けつく息でも入っとこうかな。あ、一人麻痺していく。いや、ソロは適当に剣撃でサージタウスのバフでも剥がしとこう。バイシオロン。よし、痺れ消える。あ、ダイヤモンドサムに狙われていく。このステージね、ダイスラが開幕身代わりっていうのがついてまして、いきなりかばう効果3ターン。ずるい。開花したらダイスラにこれつくのかな。それではバーンの番が回ってきたので、賢さ604で呪文威力 30% アップの、よだめがさらに 30% アップ、賢さ 15% アップしてますね。ダメージ伸びるよ。さあ、しかもその場からサージにも3体に同時に当てていきます。ダメージはいかほど、5237。強すぎるやろ。なんじゃそりゃ。どんだけ強いねん。5200。え、今の一発で3体に当てたんで、15700出てますよ。総ダメージ。やば。ウルトラ散布。わだつみ出ていく。わだつみの鉄球いいね。簡単ね。では、一旦退治の飛躍で回復しましょう。退治の飛躍。170ぐらい MP 回復する。ドルマゲスはこの辺で狂気の眼光でもっとこか。狂気の眼光。サージが演算500ダメージの受けてドルマゲス倒す。どうしようかな。身代わりはダイスラはまだ入ったままなので、まあ、ビッグバンソードでも打ちますか。ビッグバンソード、さあソロのビッグバンソード、ダメージはこんなもんかな。うん、いいダメージ。3、4000ぐらい出たかな。回復されていく。そして身代わりされてしまう。じゃあバーン様どうしましょう。カイザーフェニックス打っていきますか。賢さが670まで上がりまして、ガンガン行こうぜは 30%。 賢さが 30% アップになって670、こっからガンガンは2段階のままですね。ゆだめ 30% アップでカイザーフェニックス。さあダメージいかほど。5825の、あれ？ダイスラにも1000ぐらい入ったな。身代わりしてる 40% 軽減の呪文耐性もついてるダイスラ。さらにハードメタルボディで 45% 軽減ついてて、537の2発分で1070ぐらい。バーン様これ等倍でもいけるな。では連続ウルトラスタンプで合わせて削っていこう。お、ダイスラ消えた。4ターン目、守備力下がる。あ、去年テリーが危ない。では最後のテリーの仕事してもらおう。ガンガン行こうぜで全員にバフかけてもらいましょう。ガンガン行こうぜ。ではバフ剥がしたいので、サージを剣撃で2300食らわして、ゴールドキャノンされる。はい、バーン様、出番が来ました。賢さ 45% アップで、賢さ736。ここからの呪文威力 45% アップして、よだめ 30% で、コーマの杖、マックス、カイザーフェニックス、サージタウスをワンパンできる。5277。カイザーフェニックス。いかほど7152。やば。どんだけ強いねん。すごいな。いや、ウルトラスタンプで。はい。ちょっとゴルスラにも打っていこうかな。剣撃で。ちょっともうここ、あれやな。一旦、魔法捨てでもして。ちょっと待って。ゴールドキャノンで、はい。バーン様倒れるが、生き返る。HP マックス。素晴らしいな。完璧ですね。いや、復活が攻略で使えないわけがないんですね。よだめ 20% アップに戻りまして、賢さも減りましたが、カイザーフェニックス、まだ2発撃てるよ。メラも撃てるし。カイザーフェニックス。646。バフ剥がれてもいいダメージ出るな。いや、もう気持ちよかった。もう完璧。うん、言うことない。はい、終わり。いや、もう、
素晴らしいとしか言いようがない。カイトの扉46巻をこんなに簡単にクリアできる。だからダメージの上がり幅がねえぐいですね。3800、5200、5800、7100、いやもう魔法の時代が来てるんではないでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやマジで驚愕のダメージが出ました。バンさんは3突でねやったんですけども、特に突が上がって恩恵があるのは賢さぐらいの話なので、多分1突でも6000は余裕で出るんじゃないかなと思います。あとね、私ギルド大会でバン様で初陣切ってきたんですけども、普通に160取れました。トロロト相手にめちゃくちゃ使いやすいです。移動2でもこの強さは1段階さすがにインフレしてるなと思います。やっぱりね、射程が4、5、6、しかも6マス範囲で同時に当てていけるゾーマとか大魔王バーンは強いなと思いました。やっぱこういうね、使ってて楽しいキャラっていいですよね。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは。